はい、どうもゆきです。今回もドカポンザワールド続けていきましょうということで、さあ前回はね、いろいろありましたね。まあ、エースちゃんとの激闘、そして写真家フォトとの出会いですね。あ、早く帰ってきたな、こいつ。マジかよ、奇跡の針金あった。ええな、俺使ったことないですね、奇跡の針金。何これ。え？あ、デビルや。やば。どうなるの？鼻ビンビン詰まる。日曜の朝やのに。さあ、ミスター対アイスゴーレム。強い。暗黒闘技が芽生えてきたとか言ってますけど、俺ストーンなかったで。さあ、なんかぐちゃぐちゃに下げられたこいつか。 1,2,3,4,5,6 球。ん？ 1,2,3,4,5,6 球。ん？ここ6教会で使った俺、バカかお前。なんか可愛く6キュッとか入れたけど、いや俺の中ではもう、あの、俺のカバンの中には6のクリスタルあると思ってた。バカ。出せ。5,3,8いけそうな気がする。根拠なきいけそうな気がする。いけんかった。あかん。マジかよ。ダッサイマの。あれ、6のクリスタル。こいつなんで6でなんか喜んでんのって思った方は、すいません。6のクリスタルがあると思いました。すいません。俺の可愛い6球が聞けたんでしょ。嬉しかったでしょ、みんな。あ、魔法へ行こう。どうせみんなあれやもん。雪源氏に手こずってるから。いらっしゃいなに。可愛い。魔法へ歩きにも可愛い。まず防御魔法行こう。これが、これならシャキッとかな。魔力を上げればでかいな。で、攻撃魔法行こう。クルパーって何？混乱、マジかよ。うわ、エレクかバーンで気になる、これ。どっちかっていうと、これ、バーン使って防御下げて、二択も可能ですよね。下げることができれば。5000の差が気になる。魔力に対してね、下げたことはっていうと、もう、どっちかっていうと、バーンかな。バーンでいこう。吹き出さそう。よっしゃ。こんだけ勝ってもあれか。ごめんなさい、ちょっとあの、買い物のテンポ遅いの。まれに吹き飛ぶ、マジか。マグの章ちょっと買い足しとこう。ヒュの章が強いってそういうことやったんか。やっぱりヘルペダに。何？だる。頑張れよってやつか、これ。なるほど。オッケー、出ましょう。はい、行く。さあ、雪原人倒す。フィールドマスで戦うで行きましょう。ちょ、俺キーに払った2万2000そろそろ尽きんで。もう7日来るやろ。さあ、エースちゃん帰還ですよ。何、まずい。誰や、雪原人か。キッズ、やめろ。キッズを狙うな。ドレスはどうだ。おお、シベリア狼。ちょ、殺し屋の脅威が。ちょっと待って、めっちゃ攻撃力高い、こいつ。うわ、やば。よし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 。
はい、電車対策せめ、メッキメッキ通る。何も通ってんの、もう。カウンターつけたい。つけれんけど。さあさあ、うん。普通のフィールドマス行こうか。1、2、2か5で行きましたね。じゃあ、サハ行きますか。ここら辺ちょっとね、戦ってますんで、あえて無視して、ここ行こう。2、5のクリスタル持ってるから、そこのモンスター狙おう。そして熟練度上げていこう。オッケー。最近ちょっとイベント多かったんでね、熟練度上げれてない。誰だ？魔法みたいなやつ。ラスプーチン。ラスプーチンといえばもうすぐ浮かんだワールドヒーローズ、そしてボニーエム。魔法タブーやらへん。砕けろお前。なんかくれんか。木のグローブの上位互換くれ。でってんですよ。めっちゃくれるやん。え？ラスプーチン。めちゃくちゃくれませんでしたよ。4900個もらいましたよ。キッズいいねいいねいいね。もう一回エッシャー殺すか。勇気それはやめろっていう声が聞こえてくるが、俺はいけるって。やばい、もうあのドレスのアイコンが、あ、やばい。うーま、やっぱそういう使い方やな。そうだよね。で、しかも相手パンプアップでしょ。うわ、うんま、こいつアップした。やばい、雪原人キッズじゃなくなったもん。これ大猿や。さあ腹もしっかり噛んでいきましょう。わあ、マジックキノコやばいよ。でこうやってね、アイテムマス魔法マス止まってたら熟練度上がらんね。ここで差つけるかずるいと、もしかして。さあ2位クリ使っていこう。はい、真上見るなよ、降り注ぐから微細な破片が。行こう。さあ俺は使う、絶対に使うと決めたんだ。よし、これバーンの反撃やったらあれか。ということは、でも防御反撃しかないですもんね、これ正直言うと。ということは、バー安定か。バギューン反撃せ、ナイス。やっぱり、魔法に対して反撃のあれも乗るのは強い。マジ？今回、反撃のタクめちゃくちゃありますね、やっぱり。ありがとうございます。反撃しちゃダメだ、今回は。そんなよっぽどのことがなき。オッケー、ありがとう。仕方ねえ、じゃねえわ。5555、ゾロ目。嬉しい。白、あ、ありがとう。その情報ありがとう。嬉しい。来たで。おい、マジかよ。全国のギャンブルファンの皆さん、今回モンスター変わってる。スライムなってる。持ってへんで、まあまあ早かったね。行こう。ドカポン王杯。前も当たりドカポン王杯。アメーバエース。スライムゼウス。ちょっと待って。この、これ、トップは無理ですって言ってる。グニャリンコ。1位狙えるかも。これ俺ボインボインで行く。バカ。バカ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 。もうそんなお前もう大枚はたくあれじゃないで。これで行こう。ボインボインに。これポインポインやったらすいませんよ。行けよお前。いいよ、よろしい。頼む、ぶち抜けろ。スライムゼウスやめろお前。アメーバイス
デビルゲーム、5枠、ボインボイン、3枠、スーパーゲット、続いてますわ。いいよ、ボインボイン。ちょっと待て、体力残しとけよ、お前。逃げは弱いから。逃げで勝てる馬ってそんなおらんから。だいたい差しでええねん、もう。ジョッキーおらんのか、これ、お前。ミニ四駆みたいに横で走って、声かけてやれよ、お前。もう、やめとけよ、お前、みたいな。もう少し、こっから俺も、丸連打するから。行け行け、ちょっと待って、1位はまずい。1位はまずい。900。ぶち抜けてこい。来い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 。やべやべやべ。誰 ?3。 え、スーパーゲルってなんか、良くなかったっすか、これ。ふざけるな、お前。行こうと思ってたけど、さすがによ、その2回も勝負するならっていうやつが来るわけないやん。マジかよ。来るだろ、絶対。くそー。いや、今のやっちまったなー。前回勝った 62.1 でもね、大穴やったんですよ。なんかその、勝負するなら点々ってやったんですわ。さすがに2回もそんな勝負するならのキャラが来ないでしょっていう、深読み入っちゃいましたわ。バカ。強。さあ、見ていきましょう。湯気源氏キーズ、エースちゃんも怒られてる。さあ、ティータイムも終わりましたわ。コーヒーまた入れ直そう。この動画終わったら。いや、あれですね、正直、エースちゃんがあんなドカボーンでいたんで、コンピューターのあれに重ねるもありですよね、正直。出た写真、6番上がってる。ちょっと待って。なぜ?あ、これはもう、手替え。これはもうね、みんな強くなっていく。ていうか、錬金の仕方がね、うまいっすよね、ほんまに。そんなフォト連続で来る?お、これミスター狙い目か?みんな忘れてるやろ、俺のこと。俺、元魔導士やったんでっていう、ね、死なへんて。嘘でしょ。どんな感じ?強っ!やば!全員死ぬんやけど。これ天下取れるで、これ完全に。やば!あ、てか最強魔法か。失礼しました。はどうしよう。バインで近づくか。ちょっと待ってよ。あのね、エース結構強かったんで。じゃ、ミスされた。ごめん。これがあるんでね、ちょっと、僕有利なんですけど、ワンチャンやられる可能性もある。いけたら行こうかな。待て、もうバグってる俺。このカーソル残るなよ、これ。来い、66来い。52。悪くない ?1、2、3、4、5、無理。どっちもいけませんね。チェックしよう。これ、どんだけ上がってんの?雪原人キッズ。どうやら、まあ。内側狙うか。イベントがどこでスタートするかですね。これといってはなんかないか。カムチャッカーは誰？雪原人キッズ。ここは雪原人。いや、ここら狙って邪魔したかったな。そう、こっち側シフトするか、追いかけてこれんように。そうっすよね、カラフト遠いな。こっちに1と
え、めっちゃ広ない？これ別のところか。体系か。そうですよね。繋がってないですよね。ちょっとすいません。長くして。でカムチャッカー、カラフトと、ここか。もうぐるっと回ってここか。ターミアン。オッケー。カムチャッカー行って、こっち行っか。で熟練度上げていこう。それか、食安違うこともよかったか。やめろって、それ。そう、勇猛果敢なキラリンはいらんから。やばい。キーじゃない。ウェーバーや！いや、僕。やかましいわ、お前。マジかよ、マジかよ。やばい。全額なくなるやん。けど発動したら全部なくなりますもんね、これ。やべえ。マネーゲームで勝負できるようにしなきゃいけない。うおとんでもねえ。これはつらい。平和金庫に残しておくべきだった。いや待てよ、押し付けたらええんか。あが。はい、電車対策する。ちょっと待って、何それ。あ、そっか、コンピューターのあれか。お、これはでも面白いか。うわ、なるほど。ブラックメールがいつ発動するかっすね。え？これって、金払えば人に落ち着けられるって書いてるけど、これあれっすよね、正直。おいくら万円って言ってないっすもんね、これ。ちょっと待って、遠い。ちょっと待って、カバンじゃない。落ち着け、俺。ここまで10歩、12歩。ワインでワンチャンいける。うわ、きつ。狙ってみるか。ワインで5のクリスタル、5回、次のターンに発動しなければいける。足らんやん。きつ。1、2、3、4、5、6やもんね。うわ、きつ。戻らないといけない。これ次のターンブラックメール発動したらマジやばい。そのキラリンはきつい。熟練だけだいもん。おお、なんだ。ヘイブラザー、俺ちむさ全国マハレと回って荷物を届けるぞ。え、ブラックメール届けてくれんじゃん、これ。マジ？かも。はい。マジか、やったどれっすか、ミスターなんですよね。ミスターから2やから。おお、こら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 。こら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 。ちょ、俺ここ慎重にから。多分、はい。ブラックメールを、武蔵3級、ミスターに送りつけよ。はい、これいいにかそろ揃えんの、お前めんどくさいから。いやー、マッハで相手に送ってくるよ。いや、よろしくよ、ほんまに。ありがとう。最高のイベント来たわ。ありがとう。持ってるね、俺は。ブラックメールどうしようかって言ってた矢先に使わんてよかった、ほんま。今もう俺コサックダンスしますよ、もう皆さん。聞こえますか、この、ザッザってやつ。ザッザッザッザってやつ。最高すぎるやろ。これで俺のカバンの中にブラックメールだったら泣きますけどね。
あ、これ終わったでしょ。あ、え、こら、ウィンやらへん。うわ、やっぱ。これ思ったんですけど、ブラックメラ発動してないじゃないですか。うわ、つえ。持ったままになるんですかね、これって。正直、起きた瞬間ね、リスキルあるっすよね、これ完全に。ミスター、おはようって、なんか背伸びした瞬間にブラックメールガタガタガタみたいなのありますよ、絶対。やば。さあ、ちょっとここでまた俺アイテム揃えないといけない。1、2、3、あ、1、2、3、4か。うわ、え、魔法やっすよね、これ。バカ。1、2、3、4か。熟練度も上げたいんですが、上げれてないですよね、これ完全に。普通マス止まって熟練度上げつつ、触腕行ってからこっち行くか。向こうのカムチャッカとか攻めるのも当てにしましょう。ちょっと孫ついちゃいましたけど。ていうか、イベント多めっすよね、なんか。ここ最近。クールデビル、焼き殺しちゃうかな。いや、待てよ。でも攻撃で行こう。当たらんかもしれんけど。ありがとう。ここで金だけじゃん。これちりっこ。ありがとう。じゃあ、こっちの人を売ろうか。いや、売るじゃなくてすよ。オッケー。赤。はい、電車対策すれ。これ、エースちゃんマジできついやろな、これ。ドレスエースちゃんのとこ行く可能性ある、これ。やばい。MK5 とマジキノコ。悪い割れ方してる。もうドレスはね、そんなに強さ自体変わらないんで、マジ、おわ、イベント多いな。フォト来い、フォト。またニットパンパンのあれ、やめろ、ブラックメリちゃんかも、これ。え？契約書か。やめる卵。これあれか、デビルなれるやつや、もしかしたら。違うの？やめる卵割りに行こう。ぐちゃぐちゃに。中の君出しに行こう。おかえりミスター、ブラックメル発動するの。発動せんこと祈っとこう。あ、しない。あ、っていうか、武蔵がまだ来てないんや。そっかそっかそっか、イベントがないと、着払いって出すもんね、こいつ。着払いで3万6000パクってくるから、ヤッホーみたいな感じだったから、まだブラックメンジャーは宙に浮いてますね、これ。そっか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 。ということはまだあれだ、これ。まあ仕方ない。ここのサンデーセールを狙いつつ行こうか。4。アイテム屋も行きたいな。アイテム屋かつここも狙いたい。もう楽にしちゃけよ、あいつ。しかも混乱しますからね、クルパの影響で。お、なんだこいつ。もしかして雪大福。違う、返す俺の雪大福っていうやつ。これはね、僕ね、完全に防御、完全防御。いやい、じゃんけん勝つ。かわいいな、おい。うーん、見てた。はい、さあ、バーンの時間です。吹き出せ、すべての毛穴から炎。お前 ACDC みたいに吹き出させてやる。お前血を送り込んで。ありがとう、赤。ミシシシ。はい、電車対策スレイ。あー、終わってもうた。1週間ありがとう。
さあ、来ちゃいましたね。ブラックメールの脅威が今あるうちはちょっとやばいので、お金ですよね。ちょっと考えないといけない。まあ、今週の総括としては、まあ、やっぱりモンスターレースかつミスター&ドレスの激闘、そしてブラックメールの押し付けられからの、ね、神のごときイベント、武蔵が来るっていう、狙ったように来ましたね、こいつ。ワールドは、本当になんかイベントのタイミング抜群すぎません？僕がなんかそのエースちゃん倒して97万手入れた後に狙ったようにジャンキー来ましたよね。俺がブラックメール押し付けられた後に狙ったように武蔵来ましたよね。あるそんなこと。12周目パンパンに情報が詰まってる。さというわけでございまして、12周目終わりですね。はい。次回もね、まあ、熟練のためつつ職場行って転職かつボスを倒していく、この展開を続けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。教会も狙ってちょっとお金はめとかないといけないですね。ブラックメールの打ち合いみたいになったらかなりきついんで、もうそれだったらもう世界金庫を収めてしまいましょう、うん、自分の下にしたい。